にちは、杉上です。本日はですね、前に募集しましたある意味怖い画像っていうのをね、DM に送ってくださいっていうのをやったら、まあまあね、DM 来たんで、こちらをね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。さあ見ていきましょうか。こちらですね。まず、説明は、ポッキーらしいですね。ポッキーからどういう怖い画像が出てくるんでしょうかね。さあ見ていきましょうか。プロセカかな。おーっと、これは、え、ポッキー、あー、グレートが1だ。うわ、これ悔しいね。いや、なんか、うん、これは悔しくなるわ、そりゃ。いや、でもエナなんか可愛すぎて怖さめちゃめちゃぶっ飛ぶよ、これ。はい、まず1人目の方ありがとうございました。2人目見ていきましょうかね。ガンガン行こうか。あ、動画ですね。画像はないですが、あ、これはバンドリっぽいですね。ちょっと見ていきましょうか。ちょっと待ってね。待って。これまだ、あ、音楽があるっぽいね。ちょっと、イヤホンさすね。さあ、見ていきましょうかね。音聞けるかな？あ、聞こえた。なに怖い。これは怖い。ちょっと待って。ガチで怖い。え？ちょっと待って。何今の怖すぎる。何怖い。マジで何今の。なんか、ピエンの怖いバージョンみたいな声聞こえてきた。え、ガチで怖いじゃん、これ。やば。俺、呪われそう。日本人形みたいな声聞こえてきたんだけど。やばすぎ。はい、二人目のことありがとうございました。ちょっと待って、これに関してはね。ガチで怖いんだけど。いや、結構さ、音ゲーでさ、なんか怖いのって難しいのかなと思ったけど、もうバチバチに怖いやつ来たんだけど。やばすぎるでしょ、これね。ウォッチアゲインってもう見ねえよ、怖すぎて。はい、3人目の方見ていきましょうかね。この2つです。2つあるみたいですね。2つですっていうコメントで、見ていきましょう。1枚目の画像が、あ、プロセガですね。これに関しては、なんかどこら辺が怖いんだろう。あ、スコアが同じってこと？そういうことかな。そういうことっぽいよね。え、でもそれすごくない？だってさ、コンボ数はフルコンボだからわかるんだけど、え、このさ、評価同じってやばくないこれ。なんかチーターっぽく感じるよね。やば。こんなことあるんだね。ちょっと2枚目見ていこうかな。響かせの、これはマスターですね。レコード、ニューレコード。あ、ミスが1でグレートが0ってことか。うわ、そういうことか。いや、もうこれ悔しいよね、マジで。だってさ、これ、上見る感じさ、AP1 回も取ってないわけでしょ、マスターの響かせ。こんなこと起きたら、まあ嫌な気持ちになるわな。もう M ちゃんのあのパーが煽りにしかちょっと見えなくなってきてるもん。はい、3人目の方ありがとうございました。いや、1枚目の画像めちゃめちゃすごかったね。なんかこれはこれで本当にちょっと怖いなって感じました。4人目見ていきましょうか。さあ見ていきましょう。どこだこれは。あ、これっぽいですね。遠野推しの友達のためにデータ交換までしてランした時の結果。え、ちょっと待って、それってあれかな、データを受け渡してランしとけみたいな感じかな。お金渡すからみたいな、そんな感じ。お金の部分知らないけど、ちょっと見ていこうか。ランした時の結果、まずポイント0ですね。で、ランキング2万だよこれ。2万1、え、やばくない？ちょっと待って、2万1ってすごくない？え、めちゃめちゃガチでやってんじゃん。めちゃめちゃガチじゃない？ 2 万いくってことは結構やんないといけない。しかもさ、トウヤくんでしょ、超絶人気キャラじゃん。え、すごいね。これ頑張ったね。これ拍手だわ。素晴らしい。ところで時給は何円なのかな。はい、4人目の方ありがとうございました。これはどちらかっていうと、なんかすごいって感じがしましたね。でもありがとうございます。さあ、5人目見ていきましょうか。あ、結構画像切ってるっぽいね。最後の1枚は、アキトがサキちゃんの髪の毛と被ってて、なぜかトウヤがツインテールしてるように見えてしまう。個人的には怖い画像です。多分怖くない書かなくていいからね。俺怖い画像を見ようとしてるのに、多分怖くないとか言われたら怖くないんだけど。やめて。結構画像送られてきてるから、あ、4枚送りましてきてますね。まず1枚見ていきましょうか。あ、これエイプリルフールの時か。これでもな、純粋に怖いよね。え、違うよね、そういうわけじゃないよね。
118とか関係ないよね、880とか。あー、この同じキャラクターがいっぱいいるみたいなね。確かにこれはね、俺もねビビった、さすがに。同じキャラがいるのはビビりましたね。さあ2枚目見ていきましょう。いや出たよこれ。え、こんなにいたっけ、すごいね。てかこのメイクの声怖すぎんこのメイコの目がめちゃめちゃ怖いんだけど。あ、だからメイコって名前なのかな。で、真冬ちゃん。うわ、これはちょっとホラーチックですね。どん底の、え、絶望の底からこんにちは。ダークネススマイル真冬。なんか、面白さもあるよね、ここ。面白さもあるけど、確かにこれ雰囲気怖いわ。ハイライトも消えてるしね。上の3枚は一般的に怖いんじゃないかっていう画像ね。なるほどね。確かに俺もう見たことある画像だもん、全部。で、4枚目見ていきましょうか。あ、すげえな、え、確かに、え、確かにそうだ。これなんて書いてあった、ちょっと待って、一回見ていい。最後の1枚はアキトがサキちゃんの髪の毛と被っていて、なぜかアキトがツインテールしてる。ああ、そういうことね。これだよね、これ。いや確かにそうだわ。しかもさ、髪の色ちょっと似てるからガチなんだよな。あ、確かに。あ、足が4本ある、みんな。え、手も4本ある。いや、ちょっと怖いかもしんない、これ。これ、え、被ることなんてあんの、これ。なかなかなくない、もしかして。このアキトはさ、生まれつきさ、手も足も4本なのかもしれないね。はい、5人目の方かな。ありがとうございました。え、なかなかね、やっぱり最後の4枚目がね、怖かったですね、結構。さあ、6人目見ていきましょうかね。これは何のゲームだ？これあれかな、アンスタとかなのかな。髪型が怖い初音ミク。これ見ていきましょうか。うん、すごいな、確かに。あ、でもちょっとね、これは、わかる気がする。ちょっと怖いかも、これ。うん、俺ちょっと怖いかもしんない。でも MV で怖いってさ、なかなかないよね、見つけるの。なんか愛して愛してぐらいだよね、怖いっていう要素なのにさ。普通にこれ多分フライヤーだと思うんだけど、いや、こんなシーンあったんだね。確かに髪の毛これグニョンってなってて怖いわ。ちょっとひじきに見える。アンスタでもよければ OK 見ていきましょうか。これに関しては、チャレンジレートスペシャル 31SSS でしょ。お、すげえ、スコアが完璧なんだけど。うわ、これはね、うますぎて怖いってやつですね、おそらく。いや、すげえわ、これ。俺、アンスタか忘れたんだけど、アンスタね、やったことね、あるんですけど、マジでむずくて、こんな撮れるのすごいね。ある意味怖いわ、これは。はい、6人目の方、ありがとうございました。普通に純粋にうまい怖さと、なんか MV の怖さみたいなの知れましたね。新しい。さあ、7人目見ていきましょうかね。あ、ハニプレだ、ようやく来たね、ハニプレが。小太郎くんは3回出たのに、アリサちゃんは一向に出てこないってやつです。無課金、つい最近までテスト期間でイベランできなくて泣きそうです。PN。はい、見ていきましょうか、アリサちゃん。小太郎、あ、こっちの小太郎、両方星5だね。え、こっちが3回来て、こっち0。うわ、それはちょっとやだな。やだわ、それは、確かに。うん、俺もね、こんなこと起きたらね、嫌な気持ちになるわ。このアリサの気持ちを代弁するわ。あなたには小太郎しかあげないもん、みたいなこと言ってそう。さあ、7人目かな。7人目の方、ありがとうございました。ハニプレで怖いってなかなかないけど、いや、確かにこれはね、3人出て、しかも星5でしょ？出にくいゆえに3人出てこないってやばいね。ちょっと運が怖いですね。ということで、最後かな、見ていきたい。どんな感じなんでしょうか。最後だからね。こちらは、DM 失礼します。すごすぎて怖い画像です。何？すごすぎて怖い画像って何？あ、うまいってことかな。初音ミク開闢神話のエキスパートですね。結構難しいよね、エキスパートでも。あ、フルコンボいってる！すごいじゃん！めちゃめちゃすごいじゃん！スコアも高いしね。おそらくここのこと言ってるよね。うまい。結果がね、じゃあ、結果がね、良すぎてうまいっていう感じだよね、おそらく。しかもさ、グレートも結構少ないしさ。いや、素晴らしいですね。拍手ですね、これは。ちょっと待って、この画像さ、怖いところ俺見つけた。もしかしてこれじゃない？これさ、エキスパートでこのスコア出してるじゃん。これ、ハードフルコンしてないの？エキスパートできるのに、ハードフルコンしてないの？あ、待って、それってただめんどくさくてやってないだけな気がする。